どうもこんにちは宣伝部長のです今日は真っ黒ってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで本日はですね債権者集会の日でありまして、まあ、大津彩香さん率いるですねみんなで作る党の、まあ、お金の行方ですよねが明らかになる日だったわけなんですけどもまあそれについてはですねまずは本に出席してくんのかみたいな話があったんですがまあ,あ予想通り欠席というと。 ところはありまして、まあそれ含めていろいろね、えっ、ー、と立花さん並みに室岡弁護士の方が解説されていたので、まあ、そちらの件についてとりあえずやっていきたいという感じですね。で、まあちょっとね、あの債、ー、権者集会の前後にね、ちょっとライブの方もやらさせていただいて、まだまだ何かストレスが <laughs> あの。 溜まってそうだったので、えー、と夜ですねおそらく22時ぐらいになりますけれどもライブをねやる予定でありますんでよかったらいらしてくださいとはいということですねはいというわけでまずお金の方ですけどねもうえっ、ー、と皆さん心配しての残り1.6億あるはずだとそのうち残金は4,000万ほど残ってましたねまあ私は全部なくなってんじゃないかなと思ったけど一応何これ両親なのかよくわかりませんが4,000万残ってましたと。 で、まあ、死と不明金が、まあ、1.28億円というところにまあなるというところですかね。はい。で、えー、っと、で、さらに、まあ、結構使い込みしてるよと。で、一応タイトルに6000、いくつって書いてるかな、6650万だったかな。 6150万ですね。まあ、返還請求というのをタイトルにしたんですけど、それはもうすでに決定している返還請求でありまして、他にも使途不明金がたくさんあるので、最終的には1億兆の返還が求められていくだろうということで、 ああって感じですね。まあちょっと1億超えちゃったんでね。まあこれは重大事件ですね。まあまあそもそもね、まあ、すでに6500万だけども、でかい6150万か。はい。っていうので、まあすでにもうもうアウトらしいんですけどね。はい。で、まず4150万については、正当プロモーション業務委託費ということですね。で、これがなんか契約書なきなしで依頼先不明みたいなことで、 本当にね、これってだってね、いかに立花さんの経理がずさんであるかみたいなことを散々言い倒してきたのに、自分も契約書なきってやばくねって何もないんですよ。<laughs> ひどいと。で、うち1500万はお,お,お父様のね、会社に、まあ、1月31日に振り込みされてるのではなかろうかということで、これなんかもう、えー、っとですね、 破産、まあ、手続きがもうやるよって宣言したのが1月の半ばぐらいだったんでそのあとにも移動してるんで悪質極まりないですよね。まあ、その前も民事再生手続き等々もあったわけですから債権、まあ、者第一と言っていたら、まあ、そりゃその金動かすわけないよねって感じでまあまあね会社の方に振り込んじゃったと政党プロモーション業務委託費ですって。はいで だから恐らくここからさらにいろんな手伝っていた方々にお金が支払われてる可能性も当然あるわけですよねはいだからボランティアって言ってたけど本当にボランティアなのかなっていうこともめくられていくとでそしてさらに大津市個人に今、えー、とこれについても変化を求めてるってことですねはいだから多分大津さが私個人の責任があってたのはこれのことなのかなで でさらに悪質なのが、当初と,、えー、と7月11日ですよね、まあ、だから債権者集会の直前で説明が変遷してると、まあ、本当にやり口がなんかどっかで見たことあるなと思って、要はいわゆる、ね、大津さんと橘さんの裁判において、なんか直前になってみたいな話を何回も見たんですけど、直前説明変遷とかね、なんかどっかで、ね、見たことあるような手法ですね。で、えっ、ー、と、そしてですね、 あとこれ2000万ですね。これは1月30日ですね。これ、大津彩香講演会寄付金として支出ということで、破産手続きが進んでいるのに、まあ、いわゆるこれ、まあこ、個人事務所に入れたようなもんですからね、まあ、これはもう自分のポッケに入れたようなもんだという表現されてましたけど、これは明確に明らかにアウトで、詐欺破産罪で刑事告訴するということのようですね、こちらに関してはね。はい。 でえー、っとそれからですね、まあ、ちょっと他にもたくさんあるんで、実際の画面見た方がいいかな。はいというわけで、こちらがですね、いわゆる、えー、緊急記者会見において、まあ、今回の債権、えーね、者集会の中身についていろいろご紹介をされていて、まあ、見た方も多いと思うんですけど、えー、っと立花さん、村岡弁護士が中心となって説明されたんですが、でまあ、実際のね、まあ、書類とかを添付しながらで、 えーと、これでちょっと大きくしたが分かりやすいんで、はい、えー、と、で、こ,がこれが、まあ、実際の書類のようですね。で、えー、と、ここですね。先ほどの4150万はここですかね。正当プロモーション広報に関する業務委託費であり、委託先は複数であり、以下の通り支払ったと説明というのが当初あったと。で、そこが後日変わるんですけど、最初は、えー、1650万は小口現金から、 1>, 1月15日に支払いと。で、1500万は不動産会社、破産者代表者、親族が代表者っていうことで、まあ、これがお父様のだと思われると。が立建て替えたので、同社へ1月30日に振り込みと。で、1社の1000万の振り込みは、えっ、ー、と、2月27って感じでね、まあこ、この日付でよく振り込むなって思いますけどね、まあ、明らかに動かしちゃいけない時に動かしてると。で、で、ちょっとこれが怪しい。 買ったんでしょうね。で、さえっ、ー、と、破産管財人より、まあ、四千百五十万全額の返金を求める署名を送付と、そうしたところを。 えっと5日前ですかねに説明があって委託先は1社であり現在同社との間に業務委託契約を遡って解除して4150万を返金してもらう方向性で話しているということですねこれがだから場合によってお父様の会社だったら内々でいろいろ作れちゃうよねみたいな話があるということでど真っ黒ですねはい。 であと、これは2000万か、これが、えー、と大津彩香講演会ですね、1月30日に振り込みって感じで、まあ、とにかく最近、破産手続き開始したらですね、どん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 あちこちのお金を隠してですね、でその上で、あのなんか党に3億資産が残ってますとかですよ、それから何でしたっけ、1億稼ぎますとかですね。 なんだろうなあとは立花さんとか党とかお金を取り立てますとかあんなむちゃくちゃなことをやってで破産新人の時については債権者が不明であるみたいなことを言って目の前に債権者座ってんのにねみたいなことをやってたという感じでまあ悪質ですねこれをマスメディア取り上げるか知らないですけど極悪すぎてこれ <laughs> どうやって <laughs> どうやって処理するんでしょうはいでえー、っとそうですね であと、弁護士費用が1800万ってことで、これは、えっと、トヨタ弁護士だけど、あと他にも手伝った弁護士にも入っていて、ただ、村岡弁護士によると、これ高すぎるんじゃないかというようなお話をされてましたね。破産だけだったら、ほ、まあ、他のやつは当然認められなくって、破産のやつだけだったら500万から1000万がいいとこでしょうと。で、プラス、ほ、まあ、他の債権者たくさんいる中で、なんで自分だけ満額もらってるんだと。 いうことで、要はね、まあ、要するに漢字でもあるから、場合によっては無料でやれよって話だと思うんですけど、これについては返金なされるべきだというご意見ですかね。半分っていうか、もうこれ全額返せよとか思いますけどね。状況分かっててやったんでしょあの、あの <laughs>。はい。で、さらに、えっと、報酬、人件費、業務委託費とかが、これが、まあまあいいや、この辺はいいや。えっ、ー、と、支払ってあげたやつですかね、これは。であと、従前ビルの重機備品。 えっと、これが何 ?400 万もすんのええあ、違うか。え ?400 万ですよね。え ?400 万。400万だ。へえ。なんで ?400 万本当にあれ40万じゃないんだ。え ?400 万え間違ってないですよね。あはは、すっげえ。えー、っと、で、重税ビル、賃料より高いじゃん。賃料が230万。あ、これだから、ちょっと重機備品も、これ、まあ、 どっかの会社が入って多めに支払ってみたいなのできんじゃないですか。だってあんな大したも入れてなかったでしょ二30万がいいとこじゃないですか。ど,ど,どないなもんでしょう大したも入れてなかったでしょまあ全部見てないからわかんないけど。でも、400万もし取ってるとしたら、それはどこに流れてるんでしょうね。はい、ほら、ワクワクしてきたぞみたいな。<laughs> ちょっと <laughs>。これもっと詳細に読み解くといろいろ出てくるんじゃないですか。で あと旅費交通費で600万ああ会議費事務費費通信費交際費等々かまあそれがまるっと一緒になって600万ですけど台湾費はこれいくら入ってんのあと石垣島まあこれは返せよさすがに使ってんじゃねえよみたいな話ですかねはいはいでさらにですけどもこっからはえっと当役員講演会ですってなんじゃこりゃなんじゃこりゃ これは、えー、っと、160万。当役員講演会。これも大津屋か講演会で、大津屋か講演会とは書いてないから、当役員か。あー、役員いましたね。いましたね。誰かな個人的に言っちゃったのかなこれ、これもらっちゃったら、そらね、なんか買わらなきゃいけないよね。大変ですね。はいはいって感じでね。じゃあ、やっぱり皆さんお仕事でね、まあ、大津さんの味方をされていたんですね、みたいな感じかな。はい。で、 えっと、それからですね、えっ、ー、と、まあ、これ、1件だけなのかなどうなのかなで、そして、これ、打ち明け知りたいですよね。で、そして、22番、えっ、ー、と、飲酒代等が150万。だから、これ、裁判の費用でしょほとんど。こんな払ってんじゃねえよ、みたいな話じゃないですか。とか、破産手続き開始後の預金出金か。これ、ちょっと置いといて、えっ、ー、と、あ、そっか。 これも、これか、これも、だから、出金300万、<laughs> 持ってったと。で、それから、小口の現金ですかね。 発散者が小口現金生産所で管理みたいな感じで持ってったという感じでお金がちょこちょこ抜かれていくと。で、さらに強制執行停止保証金ですね。例の自分のですよ、大津さん個人のポスターですね。ポスター裁判で負けて、で、それ普通払うべきところを、まあ、強制執行されないように40万つぶんで、ちょっとお願いしますって置いてあるお金ですかね。はい。でもこれは当然回収すべきですよね、こんなね、ふざけんなみたいな。何,何考えてるんでしょうね、しかし個人の裁判で。 であとはですね、まあ、振り込み手数料はいいか。で、あと、えー、っとですねこ、ここにあるのが、えー、673万ってのが、内容不明、現在、破産者、代表者に確認中って感じで、もう全然喋ってないっていうことが、ここから明らかになるって感じでね。 何をやってたのかな何がスケルトンかなみたいなね。よく人の不正なんか追求できたなと思いますね。これはもう怪しすぎるじゃないですか。まさにこの内容を精査することが不正追求ですよね。不正を追求されていたら、不正を追求されちゃったじゃねえよみたいな感じでね。ちょっとね、やっぱちょ真っ黒すぎてドン引きやわ。あの <laughs> はいという感じでね、さまざ、あ、まなお金があってですね、えー、とそれ回収しなきゃいけないと。でえっ、ー、とすでに決まっている4150万と2000万、これはもう返せと言われていると。でそれプラス今までのさまざまなやつを全部足していくと、総額1.18、うん、億円ほど、まあ、返金の、まあ、請求の可能性があるということで、今後はこれを求めていくというところですかね。はい というわけで、村上弁護士は先ほどのね、まあ債権、破産手続きの申し立てされてるのに、大津綾香講演会に入れるとかなんていうのは、自分のポケットに入れてるようなものであると。うん、でしょうね。とか、まあ、あとはなんかもうすでに明日なんか詐欺破産罪かなかで、麹、え、町、ー、警察署の方に、まああのー、いわゆる刑事告訴に行かれるようなので、はい。なんか、ね、公選法違反の方もあるし、いくつあるんだって感じですよね。で、 で、詐欺破産罪に関しては、なんかもうすでに、えー、とあこれ返金しなければ可能性ありということで、これ、あくまで実刑の話で、もうすでに、まあ、いわゆる執行猶予付き、簡単に言うと有罪なんですけど、それについては、まあ、かなり濃厚で,で、で、さらに返金を,をすればそんくらいで、しなければ当然、実刑の可能性すらあるということなんですけどね。はい。 でもこれでこの状態でお金戻さないって話になっていくと何て言うんだろうこうあまあここはま突っ込むのやめよう <laughs> あのー、はいでまあでもこの責任全部省の大津さんですからねまあ当然あの関わってる方々も責任いやーよくこんなことやったねバレると思わなかったのかな絶対バレるでしょまあ破産手続きが進まないっていう前提でオラーって言っちゃったのかな で、であと、皆さん大好きインチの話なんですけど、まあ、一番この声が大きくって、期待する人がいるんですけど、なんか裁判官の方はちょっとあまりやりたくないって、まあそりゃそうでしょうね。っていう感じで、で、今回はあの言い訳としては、本件以外の質問されるのが嫌と。本件以外の質問って何ですかみたいな話でね。 代表権を返せってうのも破産と関係ないって主張するつもりなんですかねそれはなくねみたいな。まあ実際ポスターとか貼られてるから、なんか女性の裁判官だったらしくてですね、その辺は同情されたのかもしれないですね。出たみたいな。はい。で、そして、えっ、ー、と、次回はただ、えっ、ー、と、本件以外は回答しなくてよいっていうことで、それを条件に出席してくださいって言われたら、はい、わかりましたって言ってるんですけどね。はい。まあね、出てくるんですかね、次は。 でも,でもこんだけ甘々だったら当然ねああいけるわみたいな感じで出てこないんじゃないですか。まあ、とにかくインチに可能性については不明で、まあ、国家権力がねやっぱりね何かこう人を拘束す,拘束するということについては、まあ、基本はまあ嫌だと思うんですよねしかも裁判官であればより、まあ、そういうのが強いのかもしんないんですけどでも今回の件は悪質だと思うな。はい だからこんな甘っちょろいこと言ってる間に海外逃亡とかされたらどうするんですかねと思うんですけどね。はい。その辺はちょっと裁判官によって判断変わるかもしれないですね。で、あと斎藤健一郎議員もなんか現場に行かれていてですね、なんか、あの、一応、一応争ってるんですけど代表者だから、ということで入ろうとしたら、ちょっと入れなかったということでしたね。はい。ということでございますと。で、えっ、ー、と、それから債権者集会の方か。 あの実際あこれ実際の流れかは、まあ、最初に40分ほど管罪人から説明があっておつしが説明しない理由があって、まあ、先ほどの話ですね。はい、で次回出席するということですけど、まあ、私は出てこないと思ってますと。 1>, はい、1ミリももう信用できないですねだって私は結構ギリギリまでなんかあんのかなみたいなねなんか正義があるのかなと思ってたけどもう今回出たのでもう,もう白は一切ないじゃないですから真っ黒決刑案件みたいなちょっとひどすぎるでしょさすがにね。でそれで表情で立花さんの悪口というかやってきて私が被害者ですみたいな顔してねそりゃだからちょっと自分がなんか被害者ぶれるそのポスター貼られるのが来た時にそれは大騒ぎするわけで。 こそういったまずい状況が裏で動いていて表面上はそういうのを見せずに、まあ、ライブとかやってみたり凱旋やってみたり、まあ、私たちはちゃんと活動してますみたいなことをやっていてでその裏でお金をどん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 別のところに移したりとかしてたわけでしょ悪質やから悪質っていうかちょっとひどいよね、はい。どの口でなんか人の不正とか本当に言ってんのかなと思うよね。もう二度と不正って言うななよみたいな ちょっとひどいよね。まあだから人のこと言ってる場合じゃない、まず自らがあれることについて説明せなあかんですよね。立花さんが悪いっていうのはもう聞き飽きたんで、それはもういらないので、ご自身が何でこういうことをやったのかっていうのを説明すべきでしょ少なくとも支持者とかね、債権者とか向かって。はい、であと なんとと銀行で口座開設していたといたうことで、まあ、これは初めて名前が出てきたのかなでここに関してはまあそこね警告書を送ってたらしいんですよだから私はなんか最初なんか信用金庫みたいな話が出てきててで聞いたことないなみたいな <laughs> 感じだったのであのー、そういうで信用金庫まで全部警告書を送るっていうのはまあ難しいわけですよねだけどあの割となんかまあまあ 東京近くの銀行の、まあ、銀行さんにはほぼおそらくほぼ全部送ってるんでしょうと。で、その中で武蔵野銀行にも送っていて、そこで開設されていたということについては、まあ、結構問題ですよね。他のところで争ってるところは開けちゃったと。で、その結果、このお金が流れているわけなんでね。はい。はいうん、という感じでね、まあ、いずれにしても。 6,150万はこれまでまあ最低限ですよ。最低限回せですね。だからまあ金返せポスターは合ってたでしょって話ですよね。それ貼られても仕方ないじゃんみたいなことやっぱやってますよね。だからあれこれだって明らかにならなかったらまあ、あるいはハサの手続きが済んでなかったらああいう感じでジャブジャブ使ってたわけでしょ。偉そうに人に文句言いながらその裏でジャ,ジャブ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 やっちゃってさ。いやー本当に悪質だね。 で、なんんかホワイトぶってんの。だから、とにかく役員含めて、このお金に関わった連中はちゃんと説明せえよって話ですよ、これ。なんか、いくら、なんか、もう今後の説明は一切受け付けない。もう今までいろんな何があっても、なんか言い分があるかなっていう形で、尊重をそれなりにしてきたつもりではあるんですけども、聞く意味ないよね、こんなことやってたら。はい。という感じなんで、あとは、まあ、ね、説明ないんでしょうけど、<laughs> ないんでしょうけど、 まあパクっちゃうとしてたとしか見えないんでねなんかあるならまあすればいいと思いますけどもまあ人のことを攻撃するっていうのはまあまあマ花さんとか NHK 党に対してねやることじゃないですよね乗っ取った側がもともと乗っ取った側なんでねありえないと思ってたけどさらに裏でこんなことやってたらまずみ自らの、まあ、やってたことについて釈明をせえよって話ですよねここに立ってまで人の攻撃とか意味がわかんないですからね だから、債権者委員会の最中に、立花さん攻撃みたいなのを、ぶわーって上げたんでしょで、それは乗ってくれる、もう一部のブロックしてない支持者だけで、まあ、その人たちももう乗れなくなると思いますよ、さすがに、ここまで真っ黒だと。だから、なかあったら、こんなの全部貼り付けられて、どうすんの、早く返せよって話になるじゃないですか。金返す、正しかったじゃん、みたいなね。で、実際、あの、金返せポスターに実際の金額書いたろうか、みたいな感じですよね。今、これでも最低限で6150万で、それで、 一応もっとありますから、ね、1000、1億2000万近くある。でもうちょっと言うならば、今年のもらえるはずだった、えー、と生徒助成金も当然請求の可能性も出てくるわけで、そうすると、まあ 4, 4億以上の話になっていくわけなんですけどね、でさらにいい残り続ければ来年以降の、まあ、4億っていうんですかね、合わせて8億。 以上のお金を請求していくって感じなんで、これでも大塚さんが代表に残るのがいいですかって思う人は勝手にしてくださいっていう感じですね。ま、と、立ちます、ちょっとふらっと、ちらっと触れてましたけど、これについてはそんなに問題視にされなかったということなので、まあ話がついたということなんでしょうね。ただまあ、えっ、ー、と、まだ処理が終わってるわけではないので、未処理という形で残ってるということだというふうに思います。はい。というわけで以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。